大阪市立栄小学校大阪市立栄小学校は大阪市何区にある公立小学校1872年に創立し、何区では歴史の古い小学校の一つである。高知は現在の大阪人権博物館の場所を経て1975年に木津川2丁目に移転し、2014年には何は東1丁目。 元何は青少年会館敷地に移転した。当時の西成郡、渡辺村、町村政治施で、西浜町の住民が、学校設置の要望を出し、1872年に、特急寺境内にて西大組第22区小学校として開校した。1875年9月に竣工した校舎は、学校の記念誌によると当時日本一と称されたと、記されている。 学校制度の変遷などを経て、1893年には、西成郡栄神城高等小学校と称した。校名は、所在地のかつての地名である、渡辺村あざ町による。西浜町は1895年、大阪市の第一次市域画長により、大阪市南区1925年分区で、何枠に編入された。これに伴い、 大阪市栄神城高等小学校と称している。児童数の増加により、1922年には、栄小学校より分離する形で、南区築田島町、現在の何和区何和東一丁目、元何和青少年会館、2014年より、栄小学校敷地に、大阪市栄第二神城小学校、後東東栄国民学校を設置した。 これに伴い従来の栄人情高等小学校は、大阪市栄第一尋常高等小学校へと改称している。栄第二小学校の所在地付近はもともと、西浜町ではなく隣接する木津村であり、大阪市編入後も南区木津北島町と呼ばれていた。昭和時代初期までの大阪市は、学生を敷いていた。ここでの学生は、高区、 通学区域の意味とは異なり、市内をいくつかの小学校費用負担区域、学区に分け、小学校設置、運営に関わる、諸費用は、大阪市の直営ではなく地域の財産として運営する、仕組みのことを指す。現在の何枠界隈では、大阪市編入前の9町村ごとに学区を設置して、それぞれ学校運営にあっていた。木津北島町の児童は、本来は、 キズ学区、旧キズ村の小学校、現在の四季津小学校、大国小学校へ通学することになっていた。しかし、キズ北島町周辺の人口の急増は、栄学区、旧西浜町の膨張による要因が大きいことを背景に、キズ学区では、同地区在住児童に、栄小学校への修学を進めた。一方で、坂学区では、学区外にあたる、 同地域からの堺小学校への受け入れが困難だった。また地域に貧困層が多く集中していた背景もあり、地域での児童の不修学の状況が目立つようになっていた。不修学を解消するために1921年に木津北島町を境学区に編入し、小学校を増設することにした。この編入を象徴するかのように、同年木津北島町は、 栄町に改称されている。翌1922年に増設された小学校が坂第二小学校にあたる。坂井小学校校区周辺では地域の貧困層児童向けの夜間小学校として1911年に有林小学校が開校している。当時の南波警察署長が学校設置構想を出し、地域で企画業を営んでいた。 日田長次郎ら地域の特殊化が寄付金を出して開校にこぎつけている。有林小学校は私立学校として発足したが、1922年に大阪市に移管された。1927年には有林勤労学校に改編され、小学校に準じた家庭を持つ各種学校として運営されることになった。有林小学校の敷地は、 今宮駅西側、現在の大阪市立なにわ第一保育所及び、市営住宅付近にあった。1941年の国民学校令施行により、従来の坂江第一尋常高等小学校は、栄国民学校に、坂江第二尋常小学校は、東栄国民学校にそれぞれ解消している。大阪市では、国民学校への改変の際、従来、 地域名創立順の番号で命名されていた学校についてはこれを廃止、地名などを取り入れた学校名へと一斉に変更する方針を合わせて出している。これに伴い坂へ、東への公名となった。また、有林勤労学校も1941年に国民学校に改編され、有林国民学校と称した。有林国民学校は1944年に、 南英国民学校へと改称した。1945年6月には高等科単独へ改変されている。太平洋戦争の選挙区悪化により、1944年以降大阪市など大都市の国民学校児童について、学童疎開が実施されることになった。疎開方法は、縁古での疎開を原則としたもの、縁古疎開できない児童については、学校単位で、 集団疎開を実施することになった。疎開先の府県は、各行政区ごとに割り当てられ、何枠の国民学校では、滋賀県への疎開が決定した。栄国民学校の児童は、安郡森山町、現在の森山市へ、また、東栄国民学校の児童は、滋賀郡坂本村、現在の内市坂本地区及び小ご村、現在の内市小ご地区へと疎開している。一方で、 南栄国民学校については、貧困層の児童が多く疎開費用が支払えない、家庭も多くあったこともあり、大阪市内で唯一集団疎開の実施が見送られた。何枠は1945年の大阪大空襲で大きな被害を受けた。同年3月13日から翌3月14日の第一次大阪大空襲では、東栄、南栄両校の校舎が全焼した。 また地域も大きな被害を受け、終戦後の1946年には東栄、南栄の両校を休校、後正式に廃校として栄国民学校へ統合している。1947年の学生改革により大阪市立栄小学校となった。1975年には木津川二丁目に移転している。川二丁目にあった当時のは、 約4万6700平方メートル、建物の部面積は3万1200平方メートルと、平均的な大阪市立小学校4校強に相当する広さを持つ。廊下の幅は7メートル、劇場のような公道、広大な単育館、1000人収容の食堂、運動場には200メートルトラックを完備し、日本一の小学校と言われた。一方で、坂小学校は、 児童数の減少傾向が続き、2000代後半、時点では1学年に1学級の単学級校となり、児童数も百数十人となった。学校規模と比較して高知が広すぎるため空き教室が30教室以上になっていることや、学校の施設管理、児童の安全管理の面でも支障が指摘されるなどした。そのため、学校規模に見合った敷地で、 効率的な教育活動を行うことなどを目的に、栄小学校を2013年度に、元にわ青少年会館敷地、にわ東一丁目に縮小移転させる計画が、2010年8月に大阪市教育委員会から発表された。現栄小学校跡地は改修、整備の上で2014年度より入学者の増加による学校過密化が問題化している。 大阪市立南馬特別支援学校を移転させる予定になっていた。元何は青少年会館は一部を堺小学校敷地予定地にして残りを売却することにしたが、売却予定地での土壌汚染が見つかり、汚染状況の調査のために移転時期が1年遅れ、2014年度よりの移転へと変更された。これに伴い南馬特別支援学校の移転も2015年度に変更された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。